おととい初めて明言したオリンピックへの思い、その道の先にオリンピックがあるならばそこを目指したい。初披露のプログラムは孤独の中で希望に手を伸ばし掴み取るイメージです。伸ばした手の先にオリンピックの光は見えるのか。4回転サルコー、きれいに決まりましたね。高さもありました。出来栄え点の速報値は4点を超えています。4回転トーループ、トリプルトーループ。バタフライからのフライングキャメルスピン。トリプルアクセル。足換えのシットスピン。コンビネーションスピン。すごい。一つの揺らぎもなく、これぞ羽生結弦。シーズンの初戦、大事なオリンピック選考会、そんな言葉が小さく見えるほど、やはりこの羽生は大きな存在です。演技が終わった瞬間、埼玉スーパーアリーナが少し、本田さん、はい、揺れたような、そんな感覚を持ったのは私だけでしょうか。どうですか。いや、本当にこの演技素晴らしかったですね。すごかったですね。